先生、先生、すいませんでした。それじゃあ私失礼します。ちょっと桜君、はい、こっちに来てくれるかな。はい。お前さ、刈谷鮎子って知ってるだろ。はい、うちの雑誌に連載持ってますよね。有名な先生ですから。もちろん。お前今月から担当になってくんないかな。え、田丸さんが担当だと聞きましたが。なんか連絡取れなくなっちゃってさ。前からあの先生の担当になるとみんな辞めてしまうとか噂があるんだよな。なんでかね。いや、なんでかねって。やっぱホラーとかやってると呪われたりすんのかな。ああ、俺は全然信じてないけど。はあ、呪いですか。あれ、お前オカルトとかホラーが好きでうち入ってきたんじゃないの。ええ、まあ。あの先生電話にも出ないしメールにも返事がない。原稿も直接データ取りに行くしかないし、それで担当の編集者が次々と辞めていく。どうだ、面白そうだろ。はい。本当に私でいいんですか。やってみるか。やります。お前本当にそういうホラーとか気持ち悪いの好きだな。本当に知らない？刈谷鮎子ってびっくりしちゃうほど怖いの描くので相当有名な作家なんだよ。そんな人の編集担当になれるなんてすんごいことなんだから。全然知らない。どんな人？やっぱおばさんとか。え、まだ会ってないから。明日挨拶に行くけどね。絶対メディアに顔出さないんだよ、謎なんだから。もう付き合う時にいいって言ったでしょ。私はこういうのが趣味だっていいって言ったじゃん。まあ確かにそうだけどさ、でも会うたびにこんな話ばっかりされちゃな。今度新しく先生の担当になりました、さくらと申します。ご挨拶に参りました。え、返答はないんだよね。失礼します。すみません、勝手に入ってきてしまって。新しく担当になりました、さくらと申します。よろしくお願いします。あ、先生も2ちゃんのオカルト版とか見たりするんですね。私大好きなんです、たまに書き込んだりしたりして。今日はご挨拶に伺っただけですのでこれで失礼します。ここに名刺置いておきますので。失礼します。
怖っ。すごい、すごいよ。想像以上。どんなの書いてくれるんだろう。先生、今も見てるのかな。どこ見てるんだろう。それとか立てたりすんのかな。どうだ、先生とうまくやってんのか。あ、はい。どんな人間なんだよ。俺まだ会ったことなくてさ。まあ結構変わってます。そっか、楽しそうだな。お前に頼んでよかったよ。さくらです。お邪魔してよろしいでしょうか。やっぱり昼間は筆が進みませんよね。もしかして私がいるから。先生、やっぱり気になりますか。先生の顔見るのに何の意味があるわけ。一番近くにいるのは私じゃん。私の仕事は先生に気持ちよく原稿を書いてもらうこと。そうだよね。ゆい、おい、ゆい。おい、ゆい。あ、どうしたの。大丈夫か、お前。どうしたのじゃねえだろう。最近電話しても全然出ねえし、心配になるよ。あ、ごめんなさい。ここんとこ忙しくて。あの先生、相当な気質でさ、私がいないとすぐにサボっちゃうの。私がいないとダメなの。私がいないと。ゆい、あ、ごめんなさい。私先生のところ行かなくちゃ。やっぱり昼間は描けないですよね。締め切り間に合いそうですか。
私が書いてあげるよ。先生、私が書いてあげる。私が。先生、夜分遅くにすみません。でも締め切りが近いから心配で。あれ、先生寝ちゃった？どれくらいできたか見ていいですか？それじゃあ失礼します。ああ、やっぱりできてないんですね。もう先生ったら、これじゃやっぱり締め切りに間に合わないですよ。私が少し書いてもいいですか？いくつか怖い話思いついたんです。自殺すると魂がずっとそこに残るという話とか。面白そうでしょ。ちょっと協力させてください。いいですよね。誰にだって調子の悪い時はありますよ。それにあった気が。あれ、あった。どうしよう、これじゃ全く同じだ。じゃあ幽霊同士は認識し合っているのかという話。したいことがあるんですけれども。すいません、刈谷先生ですよね。担当のさくら、お邪魔してませんか？ご迷惑だとは思ったんですけど、ここ何日か連絡が取れなくて。すみませんでした。それじゃあ私失礼します。僕もいい。
助けて。連れ込むのかね。何何？心霊はなぜ写真に写るのか。なかなか面白そうじゃない。まあどんなに才能のない人間でも極限まで追い詰められれば一本ぐらいは面白いものが描けるもんなんだよな。刈谷先生。こんだけね。だからこれの繰り返し。ちょっと月島君。お前さ、刈谷鮎子って知ってるだろ。はい、もちろんです。私大ファンなんです。お前担当になってくんないかな。さくらさんが担当って聞きましたが。なんかあいつ連絡取れなくなっちゃってさ。先生、締め切りに間に合うよう頑張ってください。よろしくお願いします。また来ます。